朝、俺コンサルがあったんですよ、一件経営者の方の。で、事務所に向かって歩いてたら、アドバンスコースの子たちとなんか絡んでる？みんな。絡んでないか。あ、じゃあ、アドバンスコースの子たちが1時間半ぐらい前から池袋の街でいっぱい会うんですよ。アドバンスって次のコースね。で、なんでこんなん早いのって言ったら、あ、今から公園で試写会です。授業の前に池袋の南公園で、なんかグランドルールをみんなで読み合わせとかやって、で、この1ヶ月の振り返りとかやってんだって。やばいよね、学び力がちょっと怖と思って。んで、うちの事務所でもね、なんかアドバンスコース、今日ね、話し方の学校のアドバンスコースが2クラス、今、授業やってるんですよ。TKP のどっかで1つと、うちの事務所、東京エデュケーションギャラリーで1つと、そっちのクラスと合同でやってんだって、その公園でのシェア会を。でもさ、もう普通にやるって言ったら、1個先の信号会カバさーんってなって、もう街の人がえみたいになってて、幸せ、そうなりたくて頑張ってきた、そう思われたくてやってきたんですよ。僕の情報によって人生が変わって、明るくなりましたとか、元気になりましたとか、収入増えましたとか、コンプレックスを克服できましたとか、自分を認められるようになりましたって言われたくて、それだけのために YouTube 動画を数千本上げてきたんです。それ以外に YouTube 上げる理由なんかないですね。それがもう街でカモさん、カモさんって言われて、今日も勉強ですって、今日も成長ですって、もう周りには白い目で見られるけど、幸せ、そういう人と仕事できてるの超幸せ。うん、夢とか希望しかないんですよ、みんな。もっと良くなれるってなってるんですよ。で、自分に期待してなかったら勉強します？私なんかもう無理です、ポチって、おかしいだろ。ね、おかしいよね。きっと良くなれるって思ってるんですよ。鴨さんとこに来れば私はもっと良くなれるって、自分の未来に期待して通ってるんですよ。最高ですよね。僕独立した時一個も仕事がなくって、しかも会社員としてはすごい会社の中で出世する方法を勉強してきたけど、いわゆる独立して自分の商品を作るとか、自分をマーケティングして売り込むっていうことを一回も勉強しないで独立しちゃったんですよ。今はなんか間違った起業の仕方だなと思ってます。会社員の間に勉強した方が絶対いい。独立してから勉強すると、勉強してる期間って回収ゼロなんですよ。そうですよね。勉強し終わってそれを実行できるようになってから回収になりますよね。ここにはタイムラグが起きますよ。当然トレーニングしてからやっと試合に出てレギュラーになっていくわけですよね。トレーニングした瞬間に急に打てるわけじゃないから。だから僕は半年収入なかったんで、その頃やることがなくって、暇で仕方がなくって、ありとあらゆるセミナーを買ってたんです。まあ、今になっては全部回収したなと思ってるんですけど、その中の一つにアチーブメントっていうね、自己啓発の会社の一番高かったかな、あの当時の僕にしたら。初日に全部買ったんで、あの4つのコースと、あとアタッシュケースに入った DVD を買ったら105万円ぐらいだったんで、初日に全部払ったんですけど。で、アチーブメントって五反田駅からすごい緩やかな長い坂を15分ぐらい歩くとたどり着くビルに研修室があるんですよ。で、その坂をね、もう友達も社員もいない、仕事もない、携帯電話はマクドナルドでいっぱいかかってきたのに一件もかかってこないっていう時に、あの長い坂を登りながら、これは夢に続く坂だって毎回自分に、まあまあメンヘラだったんだね。で、坂登りながら涙が溢れてたんですよ。俺は今夢に向かってんだって、新しい夢に向かって俺は生きてんだって、43歳で自分を一人にして何の後ろ手でもないところで、これから世の中に俺はどんどん名を馳せていくんだと思いながらね。すごいよね、もう10代の青春みたいなモードだ。今も思い出してもちょっとグッとくるもんね。思った通りになった。あの時にこうなりたいと思った鴨頭の人生きてるよ。で、僕にとってその一番学んできたことで役に立ったことはコミュニケーションでした。今の僕があるのはコミュニケーションです。それがなかったらこうなってない。今西野さんと一緒にね、組めてるのも多分武道館ライブ、西野さんがうちの舞台演出に入ると思います。
まだ確定はしてないけど、そういう口約束をしてます。プペルイヤー2025が終わったら2026年は僕の武道館ライブお願いしますって言ってやるんで、もちろんやりますよって言ってくれてるので、そんな風になりたかった。ずっと憧れの人で、会うことも躊躇してるぐらいの人だった。もっと成長した自分で会いたいみたいな、まだ 今の僕では秋広には会っちゃダメだみたいな、なんかもう女子中学生の恋愛みたいなモードだったけど、全部叶った。でもその全てはコミュニケーションだったので、ぜひね、今話し方の学校に来てるみんなも、きっと言葉だったり人前で喋ることだったり日常のコミュニケーションだったりをもっと良くなれるって自分に期待してきているタイミングだと思ったので、自分の実体験も含めてお伝えさせていただきました。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。この YouTube 以外でも良い情報をどんどん届けようということで、 Voicy という音声配信プラットフォーム、こちら無料です。こちらで毎朝7時から情報を発信しています。朝から元気になる、そんな情報をお届けしていますので、ぜひ Voicy もチェックしてみてください。いいねいいね、いってらっしゃい。